みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はね、今私が使ってるオイル紹介をしたいと思いまーす。で、これまあ1ヶ月ぐらい前にちょっと LINE ライブをしてまして、これからまたね、また、時間があれば LINE ライブはしたいと思うんですけど、そこのコメント欄とか、あと友達とかにもよく聞かれるし、すごい髪サラサラで何使ってるのみたいなオイルよく聞かれるんですけど、なので今回は私が使ってるオイルを紹介していきたいと思います。で、これが全部じゃないんですよ。私実はママのをたまに使っててこれが全部って言ったら全部じゃないんだよね。下にもあるけど、まあしょうちゃんが主に使ってる、ね、私が主に使ってるのはこれ、この種類だよみたいな感じ。とりあえず本当にオイルが好きでいっぱいね、これいろんなのを使いたがる、ね、けど、これはまだまだまだだよ。まだまだだね。まあね、そうなの。オイルが好きだよってもっとこの3倍4倍もあるから。そうなの、そんなに。私はだからこれからもどんどん増やしてって、すごいオイル評論家みたいな。まあね、たくさんあるからね、迷っちゃうよね。本当に。でもさ、一個一個がさ、1400円から3000円とかさ、ね、結構高いからね。結構お値段がいっちゃうものが多いので、だからあんまりバン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 は買えないんですけども。もちろんです。だからね、一個使い終わったら一個買うみたいな、そんな感じなので、多くはできないんですけど。まあもうほとんどね、ないのが多いんですけどね。もう使っちゃって、ね、もったいないみたいな感じでちょびちょび使ってる感じなのかな。もうなんそうなの、もったいなくて最後使えなくて残っちゃうんだよね。ちょっとだけ残ってるのが多いよね。残っちゃうもん。ということで今回はね、こちらの計7種類を今回は紹介していけたらなと思います。はい。ハンドハニーって今何種類あるの？めっちゃあるよね。5、6種類あるのかな。結構あるよね。私ハンドハニーの持ってるのこの2種類なんですけど、結構古典の方、結構前に買ったやつですね。今だから何があるかわからないんだよね。まあ、それは置いといて、まずこのピンクのね、ボトルのオイルもピンクみたいな感じの色のやつ、ハンドハニーメルティモイストリベアヘアオイル 3.0ということで、これはね、思った以上に緩いんだよね、オイルが。思った以上に緩い感じで、すごい匂いはすごい、なんていうの、女の子らしい匂いがして、なんていうのかな、なんかそう、見た目のこの匂い、この見た目の匂いがするんですよ。見た目のまんまの匂い、ピンクっぽい女の子、女の子って感じ、ピンクの女の子みたいな感じの匂いなんですけど、これはすごい水っぽいんですけど、つけるとすごいね、いい感じになるんですよ。だから量を間違えるとベタつくっていうか、すごい、だから量をね、考えないといけないなと、ハンドハニーのオイルはつくづく思いますね。けど、そう、量を間違えずに適切な量でやるとすごいね、いい感じのね、女の子っぽい匂いをしながらすごいサラサラになるっていうスペシャルなオイルとなっております。すごい良くて、なんか有名だよね、アンドハニーはね。あ、そうだよね、使ってる子も知ってる子も多いよね、きっとね。うん、皆さんも、でもこれに関しては多分皆さんの方が知ってると思う。はい、ぜひ買ってみてください。で、アンドハニーもう一個がこのディープモイストヘアオイル 3.0 っていう、このね、ハチミツのねやつです。一番有名かな、これが。でも今なんかオレンジっぽいやつもあるし、ちょっと薄い黄色もあるし、まああんま詳しくないんですけど、これはね、もうこれもね、これこっちよりこっちの方がベタつくんだよね、どっちかというと。すごいね、オイルが重い感じの、こういうザ・ハチミツみたいな感じの質感で、匂いが本当にハチミツなんです。本当にいい香りで、お風呂上がりに嗅ぎたくなっちゃう匂いだよね。で、これをつけるとすごいね、サラサラになるんですけど、まあ私はシャンプーとかとセット使いが好きです。好きでした。今違うシャンプー使ってるんですけど、そう、これもこれもね、シャンプーとのセット使いが本当に良くて、はい、シャンプーね、これ買ってた時よく使ってました。そう、これいいよね。
セット使いっていいよね、うん、ほら匂いがさ、もう同じ類じゃん。そうね、だからさ、いい感じになるんよ。で、次にね、ウルリス紹介していきたいと思います。これもあの、もうアンドハニーしてる人はウルリスも通る道だと思うんですけど、まずこの黄色いやつ、ウルリスウォーターコンクリウェアヘアオイル、これはね、大人の香水みたいな匂いがするんですよ。すごい大人っぽい匂い、うん、すごい大人っぽい匂いがして、すごいね、2つともあのサラサラな感じのオイルで、すごいね、別に量全然間違えても全然そんな多少気にならないよぐらいの、そんな感じのオイルになります。で、こっちはそのウォーターコンクモイストヘアオイルって言って、こっちはね、なんか爽やか系なんだよね。なんていうのかな、シャボン玉みたいな、シャンプーで表すとシャボン玉類の匂いとなっております。空だね、空、わかるかな。空なんよ、空なの。すごい爽やかな匂いがして、だから好きな人に爽やかな匂いが、ん、好きな女子にか、好きな女子に爽やかな匂いがしたらこういう類。わかりづらい、わかりづらいです。好きな異性の爽やかな香りがこれです。うまいね、ちょっとわかりました、これです。で、こっちはちょっと香水気味、ちょっとなんか匂いきついなみたいな、そんな感じの匂いがしますね。はい、だからこっちを夜に塗って、こっちを朝に塗るのがいいと思う、私は。なるほど。次はゆず湯っていうねオイルなんですけど、これ聞いてください、これお値段が3桁なんです。800円から900円ぐらいの3桁で、しかもこれ無添加なんですよ。よくないですか。まずそこで惹かれて買いましたね。で、使用感がそのすごいサラサラなんだけど、ものすごい手に馴染むよね。で、ものすごい手に馴染んだ後にこうつけるじゃん、だからついてるのかなみたいな、もうここに出してこうやるだけでサラサラなの。もうオイルつけた感がなくて、ほんと馴染んでつけてるのかなとか思ってどんどん量足しちゃうんだけど、そうするとベタベタになるっていう、すごい馴染んでくれるんですよね。髪とかにも本当にすごい馴染んでくれて、本当に使いやすいです。これね、あのヘアスタイルのなんていうの、なんとか剤、なんだっけ、なんとか剤、スタイリング剤、うん、スタイリング剤みたいな、髪やってからつけられる、前髪とかさ、セットした後にもつけられるみたいな、そんなオイルですね。次にこの N ドットのオイルです。これは私が行ってる美容院にあって、美容院で買ってるんですけども、これはね本当にいいのよ。高いだけあって、これ3000円ぐらいするんですけど、この3000円の価値があるような、そんなオイルですね。本当に匂いがね、多分全国の女子大好きで、多分本当に本当全国の女子が多分大好き、大好きな匂いで、多分男の子も好きだよこれ絶対、本当に多分全員好きだね、多分全員好きだな、多分それぐらいのオイルで、使用感もバッチリなんですよ。本当にこのサラサラで、ちゃんと塗れるみたいな、私このオイルが一番好きです。一番使いやすくて、なんか一番匂いも好きだし、一番好きです、本当に。ただちょっとお値段が3000円っていう、ちょっとお高めになってるんですけど、このさっき紹介したウルリスとか、この辺もみんな1400円ぐらいしちゃうするんですけど、それの倍なんですよね、3000円ってことは。そうするとこのオイル2個買うのと一緒の値段なんですよ。なのでちょっとお値段がね、あんま高くて手が出せないって人もいるかもしれないんですけど、だからしほちゃんもちょびちょびしか使えなくて、そうなの、そうなの、なかなかね、そうなの、そうなの、使えないね。そう、使えないんですけど、これが一番好きです、これが大好き、本当にマジでおすすめで、ラストこれこの前も紹介したんですけど、フィーノのあのプレミアムタッチ、これはその8月ぐらいに出たんですけど、もう6月7月ぐらいから存在はしてて、
すごい楽しみにしてたんですけど、やっぱフィーノだけあってマジでサラサラになる。匂いはあの液体じゃなくて固体っていうの、クリーム状のフィーノと同じ匂いで、まあもうザ・フィーノみたいな匂い、すごい爽やか。はい、でも本当にマジでサラサラにしたい日はこれを使うといい。どれこの今紹介した6個よりも、うん、めちゃめちゃサラサラになります。これはそのサラサラ担当なんですよ。でダブル使いすると本当になんだこの質感はみたいな、この髪の質は何なんだみたいなそこそのぐらいまでサラサラになるので、はい、ぜひね髪サラサラにしたいよって方はぜひお使いください。はい、ということで今回はねこちらの7種類のオイルをね紹介してみたんですけども、どうでしたでしょうか。ためになったでしょうか。皆さんの役に立てたでしょうか。ちょっとね、あの私口下手なところがあって、あの伝わりきれてない部分はあると思うんですけど、いいなって思ったのがあればぜひぜひ試してみてください。お願いします。ということで、それではバイバーイ。